足を止めるでない。ここにおれ。 生きようの使いだ。生きてるの。ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。 火事場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。 侍なんて知らない。村の奴らはどこに消えた。
知らないよ。お願いだから殺さないで。내기 좀 하신다. 스토! 내기 좀 하신다. 助かった. 도모, 감사합니다. まだ気を抜くでない. 火事場まで行けるか? ええ、なんとか。暖かい。みんなついてまいれ。あの方は何者なの？話せば長くなる。殺し方が無くて人じゃないみたい。そうかもね。姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。
島に入られた止めるぞ。たかが仕事を終えるまでおじ上をお助けにはいけぬな。
太刀のお手入れをいたしませんか。坂井家に伝わる宝刀、素晴らしい。坂井様、十分な素材をお持ちください、うん、今は私にできることはありません。助かった。何かご入り用でしょうか。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため朝物氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。Go!
小松にいる家族が無事なのはあなた様のおかげ、感謝します。Hmm? Hmm?
誰かいる。行くぞ。お前らかかれ。ほら、おい離れ、くらえ、くらえ。どこにいる。ほら、おい離れ、上がれ。何の？なる者の運が。お侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。猛虎を倒すためならば手段は問わねえ。良いよ、手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。
が。Yeah!